やれやれ、天狗もびっくりだぞ。喜一師匠とちゃんと呼ぶ。師匠だけでは面倒なことになるからな。ま、司派殿とは西の師匠と東の師匠ということで話はついたし、ゆうべも師匠同士で軽く一杯やったところだし。いやー、司派殿、あの御仁は良い、実に良い。嫁か養子にしたいぐらいだ。しかしな、弟子よ、お前師匠多すぎだ。そうだぞ、仏門の師匠はいるし、老母の師匠はいるし、別の老母の師匠もいるし、象の師匠はいるし、別の象の師匠もいるし、ほーら、多かろう。どうか？そうか？でった。それはそうと、僕はびっくりしているのだ。何にびっくりしているのか？それはもちろん、バレンタインデーなるものにだ、小僧。はあ、ほんの少し見ない間に人間というのは随分と変わるものだ。ちょっと前まで思いを交わすにはなんだ、やれ文を送り合うだの、やれ歌を吟じるだのと、いかにも面倒なことを楽しそうにやっていたかと思えば、なんだ、バレンタインデーとな、ものを送る、わかりやすい。はあ、直接ダイレクト。どうか？ま、別に平安のそれについても僕は趣深いとかなんとかみじんも思っちゃいないし、当世の人間がいいならまあいいさ。さて、カンラカラカラ、開けてびっくり、天狗のお面と思いきや、そうだ、まんじゅうでいいかとも思ったのだが、やめておいた。まるで見事な木彫りの天狗のお面のようか。そうだろ、そうだろ、そういう風に作ったからな。ちゃんとお前がかぶれるサイズにしている。どうだ、かぶってもよいぞ。ほう、喜んでかぶるだろうにな。弟子は弟子でもお前はお前、違うものだ。カンラカラカラ、かぶらぬとあれば、さてお前これをどうする。ほうほう、なんかちょっとあれだな、そういう風に言われるのは、うん、なんというか、エッチだな。お前はあれか、エッチか。カンラカラカラ、天狗の言うことなんざいちいち真に受けるでない。いや、一瞬たりとも軽んじたら許さんけども。
これはあれかな、お前たちの熱に当てられてしまったか。僕としたことがやれやれ。ま、山を降りて人と交わればそういうこともある。せいぜい僕も楽しませてもらうぞ。さーて、今宵はどの師匠と酒を酌み交わそう。いいよいいよ、せっかくだ、今宵は弟子と過ごすのも良いな。ま、今のところはまだ冗談だ。カラカラカラ。それより弟子よ、他に隠している師匠がいないか今のうちだ。すべて明らかにしておくこと、良いな。